レッドは、作家、島本里央による日本の長編小説。著者初の観能小説として、読売プレミアムに2013年5月8日から2014年8月15日まで、連載、過失修正を経て、中央公論新社より2014年9月25日に、刊行された。元恋人との快楽に溺れ落ちてゆく30代主婦の、性愛と苦悩を描く。第21回。 島瀬恋愛文学賞受賞作。第6回山田風太郎賞候補作。三島由紀子の監督、加穂と妻吹里氏の共演で映画化され、2020年2月に公開された。思春期の女性を数多く描いてきた島本里央による初めての観能小説。家庭を持ちながら元恋人との関係に快楽的になってしまう30代女性の苦悩と、 性愛を濃密に描き出している。島本自身も結婚し、子供を設けたことで、子供側の視点ではもう描けないと感じたといい、それならば同年代の人たちに真正面から読んでいただけるような作品を描こうと思ったという。タイトルをレッドにした理由について、島本は赤は感能的かつ危険を帯びるというイメージがある。以前の自分の小説は繊細とか、 みずみずしいというイメージが持たれていて、想定も青や白といった爽やかな感じの色だった。でも今回は結婚していて、さらには子供もいるという中で包み込むような感じではなく、30代女性のリアルさを直に描いてみたかったと語っている。結婚し、一人の娘を設けたすぐりとうこは学生の頃からの友人の結婚式に出席。 そこでかつて勤めていた会社の上司であり、不倫関係を持っていたクラデンの姿を見つける。トウコは娘の緑と夫の間とその両親と同居している。岐阜の家柄の古風な考え方に若干の違和感を覚えることがあるが、それらはトウコの中では我慢するものというふうに考えられている。一方で娘を産んで以降、夫の間が全く セックスを求めて来なくなってしまったことに戸惑いを感じていた。そんな中で、クラデンと再会し、彼との関係が深まっていく。東古は、クラデンとの関係の再会や、友人の矢沢やゆきりんの近況を聞いたこともあり、専業主婦というものに囚われているような感覚を覚え、クラデンの助力もあり、クラデンが現在勤める会社に就職し、 少しずつ解放された生活を送り始めるが、クラデンとの関係は、かつての関係時代から家族の有無が逆転しただけの不倫関係であり、ウ子はその関係に不安を覚えつつも、子育てに積極的とは言い切れない夫の態度や嫁姑問題なども影を落とし、クラデンとの関係に沈み込んでいく。その後、クラデンが重い病を患い会社を辞めて、 しばらく治療に専念するという話を聞いた東子は、クラデンとの関係を続け彼に寄り添って生きていくべきか、家族、特に娘の緑との絆を守るべきかでもよ、裂かれるような決断を迫られることとなる。そして、十数年後、中学生になった緑は、母の東コと鎌倉を訪れる。東子とクラデンとの結末に、当時の自分のクラデンへの反応が一つの答えを与えていたとは、 緑は知らず、投稿は涙を流す。三島由紀子監督、加保主演で映画化され、2020年2月21日に公開された、R15 指定。映画では、小説と大きく異なる結末となっている。ありがとうございます。